裁判シーンのベラ・バラノフスカヤ、母は、1926年に制作された、ソビエト連邦の映画。原作は、マクシュム・ゴーリキーの小説、母。監督は、フセボロド・プドフキン。ロシア第一革命時、ツァーリ支配に抵抗した一人の女性を描く。セーペテルブルクの最後、アジアの嵐へと続くプドフキンの革命三部作の第一作。 1968年、モスフィルムによって復元が行われ、新たに、ティホン・フレンニコフの音楽が加えられた、帝政ロシア機、ペラゲー屋には、飲んだくれの夫・ウラーソフと、真面目な息子・パーベルがいた。息子は労働者運動に身を投じ、一方、夫はそれに敵対するストヤブリの仲間に入る。ある日、工場で、両者は衝突、ウラーソフは撃たれて死んでしまう。 自宅に武器を隠し持っていたという理由で、バーベルが逮捕される。茶番のような裁判の末、息子は懲役刑に処せられる。母親は現実を学び、革命運動に参加。数百人のデモ隊と一緒に刑務所に押し寄せる。囚人たちが解放され、母子は再会するが、皇帝軍の鎮圧によって、母子とも殺されてしまう。プドフキンはその著書、プドフキン映画創作論。 プドフキンに映画俳優論の中でこうを書いている。私は初期の作品、母において観客に感動を与えようと試みた。俳優の心理的な演技ではなく、編集でプラスチックを統合することによって、映画監督、グリゴリー・ロッシャリーはプドフキンの革新的なスタイルを称賛している。映画のモンタージュを用いて性格描写を生み出すというアイデアを導入した、初めてのもの。 ディケンズが小説でやったことを彼は映画でやってしまった。ありがとうございます。